性。文法における性、つまり文法的性、文法性とは関連する語の振る舞いに文法的に反映する名詞の分類体系のことで、名詞の文法範疇の一つである。バントゥーゴグニやコーカサス諸語の記述では、名詞類、または名詞クラスとも呼ばれるが、実質的な差はほとんどない。この名詞の分類が実際の性と一致する場合もあるが、 そうでないことも多い。類別詞とは区別すべきとされる。名詞の性によって、その名詞と文法的に還元する語の形が変わる現象を性の一致という。例えば、ロシア語では、主語の名詞の種類によって、動詞の過去形が男性、女性、中性の三通りに型を変える。これは、動詞の過去形が主語の名詞と性の一致をしているのである。 動詞の他に、形容詞、限定詞、数詞、焦点標識などが、性の一致をする言語がある。名詞を、ある性に分類することを、性を付与するという、どの性を付与するかの基準は言語ごとに異なる。大きく分けると、名詞の意味によって分類する言語と、名詞の語形に基づいて、形式的に分類する言語がある。性を持つ言語には、名詞の意味によって、 性を付与する言語がある。例えばタミル語では、男性と女神を指す名詞は男性名詞、女性と女神を意味する名詞は女性名詞、それ以外は中性名詞に分類される。タミル語ではほぼ例外なく意味と性が対応している。一方、コンゴ民主共和国、スーダン、中央アフリカ共和国などで話されているザンデ語でも名詞は意味によって性を付与されるが、 例外が存在する。男性の人間と女性の人間は、それぞれ男性名詞、女性名詞に分類されるが、動物名詞には例外があり、動物を意味しないおよそ80の名詞がこの性に分類される。この例外には、ザンデの神話によって説明できるものが少しだけあるが、ほとんどのものは例外としか言えない。しかし、ザンデ語の性の付与はほとんど意味に基づいていると言える。 形式的な特徴によって性を付与する言語も存在する。しかし、そのような言語でも性の分類の中核には意味的な基準があり、形式的な基準は意味の基準が適用できない場合に用いられる。形式的基準には形態論的なものと音韻論的なものがある。意味的な基準が適用できない場合に、その名詞の屈折の仕方によって性を付与する言語がある。 例えば、ロシア語では、男性、女性、中性の三つの性があるが、男性と女性の付与には、意味的な基準がある。男性や高等動物のオスを指す名詞は、男性名詞に、女性や高等動物のメスを意味する名詞は、女性名詞に分類される。しかし、性別を持っていないものを表す名詞は、男性のこともあれば、女性や中性のこともある。このように、 性別を持たないものを指すロシア語の名詞は意味的には似ていても違う性が付与される。性別を持たないものを意味する名詞を分類する基準は極用のタイプという形態論的なものである。ロシア語には大きく分けて4つの極用のタイプがあり、タイプ I は男性名詞、タイプ E と E は女性名詞、それ以外は中性名詞である。ただし極用のタイプよりも 意味的な基準が優先するため、タイプ E にも男性名詞が存在する。このような極用のタイプと性との強い相関は、インドヨーロッパ語族には珍しくない。意味的な基準が適用できない場合に、音音韻的な基準によって性を付与する言語もある。例えばアファル語では、人間の男性と動物のオスを表す名詞は男性名詞。 人間の女性と動物のメスを表す名詞は女性名詞に分類される。それ以外の名詞は音韻的に性が決まる。強制のある母音で終わる名詞は女性名詞であり、その他は男性名詞である。グレビル・コーベットは世界257の言語について性がいくつあるか調査した。それによると性のない言語が約半数で145。 生が二つある言語が五十、三つあるのが二十六個と五、四つが十二個と五、五つ以上持つ言語は二十四あった。地理的に見ると、アフリカ南部、中西部に広がるニジェールコンゴ語族のほぼすべての言語が生を持っているほか、コイサン語族やアフロアジア語族など、アフリカ、中東の言語には生があるものが多い。また、ヨーロッパのインゴン語族、 コーカサスのナフダゲスタン語族、南アジアのインオー語族やドラビダ語族も性のある言語の多い語族である。一方、太平洋に分布するオーストロネシア語族、アジアのシナチベット語族、シベリアのウラル語族、アルタイ語族には性がほとんど見られない。性のある言語では、二つあるものが最も多く広い地域に分布している。アフロアジア語族は、 普通二つの性を持つ。イ陰ー語族は三つあるものが多いが、二つになっているものも多い。四つある言語は、ナフダゲスタン語族によく見られる。五つ以上の性を持つ言語は、ニジェールコンゴ語,語族に多い。ナイジェリアのフラゴは、例外的に多く、二十の性を持っている。他には、パプアニューギニアのが十三、北オーストラリアのが十五の性を持つ。 陰王祖母の名詞には元来は男性、女性、中性の三つの性があり、形容詞の変化もそれに一致していたとされる。現在の陰王語族においては、これら三つの性をすべて残している言語もあれば、中性が消失して男性、女性のみになったもの、性をほぼ完全に失った言語もあり、性の様相は多彩である。男性、女性、 中性の区別をすべて残している言語としては、ラテン語、ドイツ語、スラブ語等がある。これらのうちスラブ語は男性を、さらに活動体と不活動体に分け、ポーランド語に至っては、この区別に加えて、複数型を男性人間と非男性人間のカテゴリーに分ける性質も有している。ヘブライ文字で表記されるもののドイツ語から強い影響を受けたイリッシュには、男性、女性、 中性という三つの性がある。これは口述するセム語のヘブライ語とは異なる区分である。英語では、性はほぼ失われており、生物学的性に対応したもの及び、擬人法を除けば、船や国名など一部の名詞、三人称単数来名詞においてのみ現れる。また、ペルシア語においては、性は代名詞も含めて、ほぼ完全に失われている。 名詞の文法的性は、生物においては原則として、生物学的性と一致するが、非生物においてはその対象の男性性や女性性とは、ほとんど無関係である。また、同じ対象を表す名詞について、言語によって性は異なる。ラテン語では、太陽は男性名詞、月は女性名詞で、そこから派生したフランス語なども同じだが、ゲルマン語派では逆となっているし、 スラブ語派では太陽が中性となる。文法的性が生物学的性と一致しない場合も稀にある。また、語形と性が一致しない場合もわずかにあり。例えば、ポーランド語のピアニスタ、男性ピアニストは代名詞や接続する形容詞が男性型となる列記とした男性名詞だが、女性語尾 A を持ち単数型は女性名詞と全く同じ曲用をする。一方、 フランス語などのように名詞の曲用を失った言語では、名詞だけでは性が判別できず、添えられる漢詞や形容詞で初めてわかることもある。ドイツ語も核変化は残っているがこれに近い。非常に変わった例として、ウェールズ語がある。全体としては、性の指標は失われているが、ある場所で最初の詩音が他の詩音に変わるという特徴がある。例えば、 マーチという単語は女の子を意味するが、定関詞をつけた形は、ワイ・ファークである。これは、女性名詞にのみ起こる現象で、男性名詞は定関詞の後でも変化しない。性は、名詞の後に続く形容詞にも同様に影響する。例えば、大きい女の子は、ワイ・ファーク・ベワーだが、大きい息子はワイ・マブ・マーである。動詞の変化は通常は性によらないが、 スラブ語においては、過去時制の未成によって変化する。ヘブライ語やアラビア語など、セム諸語は原則として、男性と女性の2種類の性があり、中性はない。以下は、代表的なアラビア語を例にして説明する。名詞は、語尾で男性か女性か判別できるものが多い。大抵の女性名詞は、ターマルブータで終わり、男性名詞に、をつけて、女性名詞にしたものも多い。 総数や複数、動詞の認証変化でも男女の区別がある。形容詞は、序述用法、限定用法に関わらず就職する名詞によって形を変え、ほとんどの場合にはをつけることで女性型となる。ただし定冠詞は性によらず常にを用いる。また名詞や形容詞の核変化も性によらない。ヘブライ語もアラビア語と同様に監視は性によらずを用い、複数型や、 動詞の認証変化でも、性の区別があり、形容詞は就職する名詞によって語尾などが変化する。アラビア語では、体の体をなす部分や地名は、女性名詞である。また、集合名詞を女性名詞化することで、個別の名詞を作ることができる。例えば、シャジャー、樹木に対する、シャジャラ、木などである。コーカサス語には、男性、女性、活動体や、 ある種の物体、その他の四類を持つ言語が一番多いが、名詞クラスがない言語、二クラスだけある言語、八クラスを持つ罰語もある。には、虫のクラスというものがある。コーカサス書語では、クラスは名詞そのものには明示されないが、動詞、形容詞、代名詞によって示される。北米のアルゴンキン語族では、活動体、不活動体の二クラスを区別するが、 この区別はむしろ力のある、なしの区別だとする人もいる。すべての生物、また神聖なものや大地に、つながりのあるものは、力のあるものと考えられ、活動体に分類される。しかし分類は極めて恣意的で、例えば、木一語が活動体、一語が不活動体となる。バントゥー書語には延べ二十二種の名詞クラスがある。一言語でそのすべてを持っているものはないが、 少なくとも10種は持っている。例えばスワヒリ語には15種、外語には18種ある。人間に関して数種ある場合が多い。モンゴル語の単語にも男性語、女性語の分類があるが、これは母音調和に関する分類であり、文法的性とは異なり一致を生じない。モンゴル語では母音を男性母音、女性母音、中性母音に分類し、 男性母音の伴う語を男性語、女性母音の伴う語、または中性母音のみ伴う語を女性語と呼ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。